アドベンチャーワールド。アドベンチャーワールドは、和歌山県西室郡白浜町にある動物園、水族館、遊園地が一体になったテーマパークである。大阪府松原市に本社を置く、株式会社ガンマツ、不動産、建設業の関連会社である、株式会社アワーズ、AWS が運営している。1978年4月22日のオープン当初は、 南紀白浜ワールドサファリという名称であった。人間、人と動物と自然との触れ合いをテーマに、日々新たなことに取り組み挑戦する、動物園、水族館、遊園地の三つを合わせ持つ全国でも珍しいスタイルのテーマパークである。園内には数々の施設があるが、ジャイアントパンダの飼育展示、広大な敷地に放し飼いにされた動物たちの中を、 ケニア号が進むサファリツアー、イルカやアシカのショー、食事タイムなど、自然界を代表する動物が騒乱できる。ゴールデンウィークや、夏休み期間中には、夜間営業も行われており、昼間とは違う動物たちの姿を見ることができる。また、夜間営業中は、夜間感動ののイルカショー、ラブズナイトマリンライブ開催され、花火が打ち上げられるなど、昼間のショーとは、 また違った趣向で楽しめる。パーク内では動物をテーマにしたレストランやカフェがあり、園内の動物たちや白浜半島にちなんだ土産物も多数販売されている。子供たちだけでなく大人でも楽しめるイベントや学術的なツアーもあり、2から3世代のファミリーカップル、夫婦などが楽しむ姿の目立つ施設である。広大なサファリゾーンでは、 一周約1500メートル、約25分の列車型ケ見ンバス、ケニア号1人から3人乗りの自転車、2階建てバス、ゴルフ用カートやジープなどの乗り物を使って周遊する。ケニア号以外はすべてオプションであり、窓口で料金を支払う必要がある。徒歩でも1.5キロメートルほどのコースを自由に散策することができる。ただしライオンやクマなどの猛獣ゾーンへはゲートがあり、徒歩、 自転車、カートでの立ち入りができない。ツアーに事前予約すれば、キリン野菜など様々な動物と触れ合ったり、ライオンなど、肉食動物を見学するなど、様々なツアーに参加することができる。また、ツアーに参加しなくても、サファリの草食動物ゾーンで自動販売機で有料の餌を購入すれば、キリン、ムフロン、ラクダ、エミュー、カンガルーなどに餌を与えることができる。 また、指定時間に当該場所に行けば予約なしでアフリカゾウ、サイ、ライオンへの餌やりイベント有料にも参加できる。夜間営業期間中にはナイトサファリツアーもある。触れ合い広場だけでも小規模な動物園ぐらいの規模があるが人間が歩く部分にマーラ、鹿、クジャク、アヒルなどが放されていて餌を与えたり有料、触れ合いを楽しんだりもできる。 また、柵の中にいるケープペンギンやカピバラなどの動物も普通に近くにいるという程度の距離である。アドベンチャーワールドは中国成都市の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地日本支部として活動している。同基地との協力で進められているジャイアントパンダの繁殖研究事業では2018年9月まで27頭の繁殖実績があり、 2017年6月まで25頭を育成している。これは出産頭数、成長した子供の数、共に中国本土を除けば世界最多である。また、中国国内以外で双子のジャイアントパンダを両方とも育てることに成功した初めての施設である。2010年9月7日にアドベンチャーワールドと同じく生徒大熊猫、手芸ク研究基地と提携しているスペインの マドリード動物園で双子のジャイアントパンダが生まれた。この2頭は2011年1月10日現在、無事に生育している。日本では2018年9月12日現在、上野動物園の3頭、王子動物園の1頭、アドベンチャーワールドの6頭を合わせて10頭のジャイアントパンダが飼育されていて、アドベンチャーワールドでは屋根のない空間で自由に過ごすジャイアントパンダを見る。 こともできる。気象動物センターパンダラブとブリーディングセンターに分かれて暮らしている。なお、前述の通り、アドベンチャーワールドは、生徒大熊猫、茂育研究基地の日本支部を兼ねているので、現在飼育されているジャイアントパンダは、子供も含めて全て中国の生徒大熊猫、茂育研究地本部の所有である。白浜町では、このジャイアントパンダを、 最大の集客材料と位置づけており、白浜町役場にはが行われている。地元を走る JR 西日本規制本線では、パノラマグリーン車の特急黒潮号にパンダシート、撮影用の席が設置されていたり、2018年8月1日、現在ジャイアントパンダのイラストが描かれた列車運行されている。また、路線バスを運行する名工バスでは、 ジャイアントパンダのイラストが描かれたバスを運行している。2010年10月9日、現在、1台運行。内は、アドベンチャーワールドで誕生したパンダの誕生順で、名前は、すべて二文字目を、浜に統一している。一番目の両浜と六番目の生後すぐ死去したパンダを、除き、A ・アキラは14頭の父親。A ・アキラには、梅梅の双子の姉、ショクラン。 中卵との間で人工受精により2002年に中国蘭州動物園で生まれた子蘭田から蘭馬を言うもいたが2012年8月30日死去している。両浜は梅梅が中国で妊娠し日本で出産した子なので英やキラとの血縁関係はない。死去もしくは異送とは関係なく誕生順に記載。幸い浜の双子の弟は 2005年8月24日午前4時9分に誕生。出生時の体重が6 6ムと非常に小さかったこともあり、翌8月25日午前2時27分に死去。わずか24時間にも満たない生涯であったが、王では、マナハマとアケハマを生まれの7頭目、8頭目と公式発表しており、名前はないもののこの亡き弟ジャイアントパンダは、 王で生まれた歴史とした六頭目のジャイアントパンダである。2008年9月13日に生まれた双子の、梅浜と、長浜は、日本初の飼育家三世代目、梅梅両浜、梅浜、長浜の、ジャイアントパンダである。A ヤキラ、両浜、梅梅の三頭には、2011年3月に、ひとしさ信よ和歌山県知事より、和歌山県訓行尺。 君校爵イコール我が山でないとの称号が送られている。和歌山電鉄岸川線、岸駅の玉駅長に続いて2例目でパンダの家族を増やしたことで、和歌山県の魅力を全国に発信した功績をたいてのものである。イルカと泳げるスペシャルアトラクションがある、オルカの飼育、ショーも有名であったが、オス、ゴロを最後にすべての個体が死亡したため、 現在は行われていない。2009年10月20日、公式サイトにて、10月13日に北極グマの子、メスが誕生したと発表された、生後2ヶ月の映像。名前は未来。だが、2014年5月16日に死亡したため、現在は見られない。2013年に北極グマの赤ちゃん、ユウが誕生した。2014年に北極グマのオス、アークティクが、 カンガンで死亡したため、2015年3月に、大阪市天王寺動物園より北極熊の号号、U の仮入れが決定した。ペンギンに関しては、海獣館、ペンギン王国、屋外展示場に分けて、8種類、エンペラーペンギン、キングペンギン、ジェンツーペンギン、アデリーペンギン、ヒゲペンギン、岩飛びペンギン、ケープペンギン、フェアリーペンギン、約300羽を飼育しており、 世界有数の規模である。特にエンペラーペンギンについては日本国内で飼育している施設が名古屋港水族館とここだけしかないという事情もあるが日本で唯一繁殖に成功している。世界的に見てもエンペラーペンギンの孵化に成功したのはこことアメリカ合衆国サンディエゴのシーワールド中国大連市のローコなど海洋公園局地間の3園館しかない。 夏季には、ペンギンオンアイスというイベントも行われており、有料、ペンギン王国の展示場の中に入って、キングペンギンと写真を撮影してもらうことができる。2013年10月30日、公式サイトにて、10月17日にエンペーラーペンギンのヒナが孵化したと発表された、同園で8例目の孵化である。イルカクジラのショーは、マリンライブと呼ばれる。 BGM 主体で MC をあまり使わないのが特徴である。ライブ映像をステージ中央の大型モニターに映し出しながら進行し、トレーナーと怪獣たちの息の合ったスピーディな演出が見物。この BGM を収録したオリジナルの CD が園内で販売されている。以前、アシカライブと呼ばれ、寸劇仕立てで行われていたアシカのショーは、現在、 アニマルアクションというショーの一部になっている。このライブには他の種類の動物も多く出演し、いろいろな動きを見せるライブである。アドベンチャーワールドのゴールデンウィークと夏休み期間の見どころは夜間営業時間帯に行われるこのイベントである。前座を含めて約1時間弱のこのライブは2006年ゴールデンウィークにオープン以来の観客で賑わい。 新聞などで報道された、イルカクジラアシカ、その他の怪獣たちがフル登場し、最大10名以上のトレーナーが出演する。そこでは、トレーナーと動物たちが日頃からコミュニケーションを取り合い、練習を積んできた成果を存分に見ることができる。2年生の野生動物管理学科と1年生の野生動物短期科がある、アドベンチャーワールド敷地内にあり、直接飼育員から、 毎日のようにパーク内で動物の専門実習を受けられる日本唯一の施設である。現場での実習の他教室では基礎獣医学、基礎畜産学、生物学、動物園学等を学ぶ。動物の専門知識のほか、英会はビジネスマナー、実務コンピュータ、接遇和法、ツーマネジメント等の授業が受けられる。卒業年には選んだパーク内の動物について、 それぞれのテーマで卒業研究を行うことができる。年に一度はアメリカやオーストラリアでの AWS 動物学院海外研修旅行があり、現地の動物飼育現場や野生動物について学ぶ。その他各分野から専門家を国内外から招き、特別講演などもある。卒業生はアドベンチャーワールドをはじめ、 日本全国の動物飼育現場などで活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。